毎度テイコレストロンです。どうう皆さん、今日のね、今日のビデオ動画はですね、あの、視聴者の、あの、えー、質問、えー、などから、えー、ちょっとね、えー、まあ、あの、まあ、触発されて、作、まあ、っていこうかなと思った、えー、コンテンツには、えー、なりますで。タイトルは、 えー、超合金のブラックバージョンについて。まずね、君はブラックバージョン好きかね。で、超合金のブラックバージョンで言うと、まあ、例えば代表的なものはこれ。えー、大熊流、えー、外グのブラックバージョンですね。これは、筋で言うと確かに GX05 かなと思うんですけれども、 要するに、今はですね、えー、マジンガー Z 革命進化 GX105、えー、とかね、超合金魂の歴史はもうほんまに20年以上も誇ってるんですけれども、正気に出たものは、えー、っと、マジンガー Z、グレートマジンガー、コンバットラー、ガイキングとかなどなどが、まあ、アニメに出てくるカラーリングと、それにプラスアニメでは見られないんだけれども、 えー、色の落ち着いた、本当にインテリアとしておいても全く差し,差し支えのない光沢感のない黒、シルバー、ゴールドの、えー、カラーリングを柱った、えー、バリエーションも出てた。で、まあ、ユーザーの案の、まあ、おそらくいろいろあったと思うけど、俺はこれがめちゃくちゃ好きで,で全部買ってました。 まあ、あの頃ね、超金の橋1個は、まあ、数千円とかに1万円にまで行くのはまれで、これ大体いい、まあ、大工マリオもちょっと高かったけど、一般的なやつをね、ブラックバージョンでも4千円、0 5千円ぐらい程度だったんですが、もう本当に今でも持ってたからですね。はい。僕、これ大好きなんですよ。で、なんでブラックバージョンの話しようかと思って。 る、えー、ですですけれども、まあ、理由はこれですねじゃーんねえー、魂ウェブストアに何か不可思議な、えー、マジンガ Z が販売されるように、えー、なりました、えー、でねで見ての通りブレストバーンの間に何かね見たことあるようでないような、えー ドクロマーク。明らかに、えー、海賊機っぽいものが描かれてるんですね。で、これ、まずどういう、えー、玩具かというと、正式な名前は、超金魂 GX105 の MMJ です。で、値段はなんと2万2000円なんですよね、えー。マジンガ Z の革命し進化の低下は確かに1万2500円なので、 全く同じ玩具で、まあ、カラーバリエーションだけで倍近くなっております。えー、ちなみに、この同じプロジェクトの T シャツもあって、T シャツは9900円なんですね。で、これは、えー、単なるブラックバージョンではなくて、 マスターマインドジャパンという、僕全然知らない、ブランドに一切興味ない人間なんですけれども、えー、ヨーロッパ出身のくせにね、ヨーロッパではブランドに敏感な人、そこそこいてるんですけど、特に南ヨーロッパ行くとね、俺れば全く人欠けらも興味はございませんが、えー、なんかマスターマインドジャパンはアパレルメーカーだそうです。すいません。全然知らん。で、 あの僕がすごく気になったのは、この帽子などを見ると、まあ、マスターマインドジャパンに入れるといっぱいいろんなもの出てくるんですけど、えー、この、えー、海賊キーみたいなロゴ、すごく俺の大好きな、えー、松本零士先生の、えーまあ、スペースオペラものに出てくる、まあ、ハーロックなどが使うような海賊キーにめちゃくちゃ近いんですね。うん。で、特に 一般的な海賊機っていうと、ドクロがあって、まあ、クロスする骨があるんですけれども、普段はですね、まあ、あのワンピースの、まあ、海賊機、夢なんですけれども、頭の後ろに骨を X 状になってるやつなんですね。もう、外骨の下に骨が X 状になってるのはある、それこそ本当にね、キャプテンハーロックなんですね。割とこれは海賊機としては少数派なんですね。 世界的に見ても、まあ、この、ワンピースの独特なアレンジはさておき。だけれど、頭部の後ろに骨がクロスするパターンが多いんですね。えー、逆にこういうマスターマインドジャパンみたいなパターンで、世界で一番有名なやつで言うと、この、えー、すいません。 ハメ太ネタぶっ込んでしまって申し訳ないんですけど、ちょっとしたハメフトマニアで、えー、タンパビア、タンパビア、あのー、タンパベイばっかにやつの、えーまあ、いわゆるロゴですね、ヘルメットですね。これも、えー、骸骨の下に、まあ、これは、えー、骨ではなくて、えーまあ、海賊団が使ってた剣があの殺し捨てる状態なんですね。 まあ普段はね、頭部の後ろなんですね、お願だからこれマスターマインドジャパンは違います。ドク、あのー、結構ね、本当に松本零士先生のデザインを思わせるような感じですね。それだけで僕ちょっとシンパシーが湧いてきます。えー、で、なんといっても、えー、ね。まあ、おそらく知名度のあるアパレルメーカーなので、この、えー、プロジェクトには、 このアパレルメーカーのブランドバリューが上にあの重なってくるから、うん、だからもう、玩具が倍近い値段するし、T シャツはただの T シャツのくせに1万円近くするんですね。まあ、もうガシ容疑者、日本に戻ったときに、彼が捨てたただの T シャツだけど、あれも数万ぐらいで話題になった、5万以上だったと思うんですけど。だから結構ね、T シャツでも高いものは高いです。えー。 まあ、俺は高い T シャツ人生買ったことほとんどないんですけど、まあまあまあいい、あるのはある。でね、しかしね、マスターマインドジャパンはアパレルメーカーということは分かったんだけれども、俺のようなガン野郎にとって、特にトランスフォーマーガンも好きな人にとって、マスターマインドって言われるあって聞くと、あ、マスターマインドマスターマインドクレーションあ、これか ってなっちゃうんですよね。俺がマスターマインドともうバンダイのコラボって聞いたときには、えってこれを連想したんだよね。要するに、あの、非正規トランスフォーマーの世界においては、最も老舗中の老舗の、えー、玩具メーカーなんですよ。あいわゆるもうほんま宝富が、 まあ、コレクター向けのトランスフォーマーとしては、ちょこっとだけマスターピースを作って、それこそコンボイ、メガトロンとかね、モスタースクリーム、一番有名な幹部たちぐらいしか作ってなくてあの、あとは特に合体兵士とか、そんなものは全然まだ出てなくて、で、あの非正規メーカーがまだそこあの頑張り始めた時代の、今でももちろんあるメーカーなんですけれども、まあ、あので、一番、 うん、栄光を誇った、えー、メーカーなんですよ。で、特にこのマスターマインドクリエーションが、えー、私たちが、えー、日本のトランスフォーマーに馴染みのある、えー、ファンが馴染んでるいわゆる和製トランスフォーマーではなくてアメコミ版のトランスフォーマーのデザインをインスピレーションされてそれを重視してるメーカーなんですよ。だからちょっとここが作ってるものは 独特な味があります <laughs> だけどあくまでも非赤の玩具メーカーなんでここがバンダイと手を組むということは絶対ありえないのであれってなんでマスターマインドのマジンガンセットなのってマジで思ったけどマスターマインド違いでしたね違いちなみにこのメーカーまで今でもあの頑張ってて、えー、最後に出したのはそこそこ話題になったのはこっち版のデスザラスなんですね まあ今、デスザラス正規のものが出てて、そっちの方がおそらく市場で出回ってる、最もあの完成度の高いものなんですけど、あれが出るまでは、これはもうそこそこ、昔レビューさせてもらって、レビューも載せてるんですけれども、デスザラスマスターマインドクリエーション版というものは有名です。じゃあこそ、このマスターマインドクリエーションではないっていうことは、まずはっきりとしました。 俺にとってマスターマインドこれしかないからね。ああ、次行きましょう。えー、超金マジンガ Z のね。やっぱりね、マジンガ Z はスーパーロボの元祖で、スーパーロボの中で一番有名なやつなので、今まではキてレツラあのつなマジンガ Z のバージョンが結構な数が出てきました。まあ、一番有名なのは、 ハロキティ版、マジンガゼットこれ買った方々、よっぽど勇気あると思います。よっぽど全部揃わないと気が済まない方か、そういう、えー、海外のガングレビューは僕知っ,てる知ってるんですよね。出るものは全部買わないと気が済まない。か、よっぽどハロキティが好きか。<laughs> で、頭部の左側にハロキティのリボンもついてて、うん、すごいな。 もう、テちちゃんの雰囲気めっちゃ出てますね。あ,あと、もう一つ。これは長い語の世界で収まってる、収まってしまう話なんですけれども、鋼鉄ジーグカラーリングのマジンガート <laughs> なんでやねんって突っ込みたいんだけど、<laughs> 本当に <laughs>。だけどね、マジンガート何がすごいかというと、 72年であのアニメでデザインがもうちょっと古い漫画もちょっと前なんですけれどもおそらくえー、でもつまりまあ50年以上過ぎてる作品なんですけれども、まあ、今年で523年ぐらいだけどもう永遠に残った、まあ、ずっとこの 50, 50年ぐらいずっと残った知名度めちゃくちゃ抜群に,に高い理由は デザインがすごくシンプルで、だけど、頭部とこのブレストバンのハイネスバンにものすごく特徴があるんですよ。数ポイントがすごく特徴があって、あとはすごくシンプルなんですね。例えば、俺がすごく、えー、っとグレートマジンガが好きなんですけど、グレートマジンガのデザインになってくると、もうちょっと凝ってるわけなんですね。だから純粋に見,見て見たら、こっちからしてみると、グレートマジンガの方が、 数十倍かっこいいんだけどだけどいろいろなさカラーリングバリエーションのぶっこんでまうとあのマジンガゼッ Z のような割とプレーンなデザインの方がやりやすい。でどんなバリエーションのやっちゃってもだこの高低筋最初見た時「んそれ?」と思ったけど目が慣れるとまあ今、まあ、これでもうありかなと思っちゃうんですよ。 俺意外とこれ買わなかったけど、まあ置く場所もないしね。うん、でも終わるないな今、ずーっと見ちゃうとそう思っちゃう。で、これの確かに、えー、ゲッタロボバージョンとか、いろいろ出たん、熱海ナイトバージョンとかいろいろ出たんですけれども、意外と合うんだよね。マジンガー Z のデザインだから、シンプルなデザインだからこそね。ちなみに、 えー、マジンガ Z ではないんですけれどもあの、アパレルメーカーとロボ玩具のコラボは今回初めてではないんでね。昔に出て、まあ、ちょっと話題になったのが、えー、まだトランスフォーマーの話に戻っちゃうんですけど、えー、MP10、いわゆるマあのコンボイのマスターピースのセカンド、えー、バージョンのね。 あのこれも色々、いろいろなバリエーション出たんですけれども、その、えー、バーペバージョンですね。バーペって、えー、ブランドメーカーだそうです。全然知らんけど、えー、こういうなんかサルのイメージをした、えー、ロゴを持ってるブランドメーカーだそうなんですが、このコラボが、えー、昔、えーやでや、行われてて、で サイバートロンのロゴの代わりに、この猿のロゴが型に柱っております。<laughs> ね。だから、今回初めてではないんだね、まあ。ブランドメーカーと、えー、いわゆる玩具メーカーのコラボレーション。で、えー、超金ンのブラックバージョン、ブラックバージョンに話を戻すと、俺はこれすごく本当に好きで、ブラックバージョンの黄金時代は振り返ると、 まあ、間違いなく、えっ、ー、と、一桁の、えー、超金魂のブラックバージョン。例えば、一番好きなグレートマジンガのブラックバージョンで、ちなみに、剣哲也の、えっ、ー、と、ミニ彫刻、えー、からはされてないんだけれども、金属の本当に塊で、隣に立たせるためのやつもついてて、 で、えー、これは本当にいいですね。これ見ての通り、基本的にブラックとシルバーなんですね。で、ちょこっと部分的にゴールドが柱っておるんですけれども、すべてにおいて光沢感がないんですよね。だから邪魔に、対して邪魔にならない。で、さっき見た、ダイクマリオ。で、もしかすると一番よくできたのは、コンバトラウィーなんですね。これ GX-03 のバクブラックバージョン。これはね、俺大好きなんですね。 あのー、これまだいい状態で持ってるもう方々は本当、家ーにしてもいいぐらいなんですね。ちょっとね、ファンセンス緩くなる癖があるんですけれども、これは、この、ゴールドが結構いいところでアクセントになってて、で、この胸のところがアクアマリンブルーっぽい。でもこれも邪魔にならなくて、で、全部、 過剰なもう光沢感のほとんどなく,ななくて、マットな仕上がりで、この色の出し方、もうこの落ち着いたブラックバージョン、これすごく本当に壺にめちゃくちゃきましたね。だから昔も買い荒らせたんだよね、これ。もう、塩用と保存用、両方とも買っておけばよかったとたまに思うぐらい、本当に良かったです。だけど、 これを機に、あの、外ングを、あの、大熊りを機に、このブラックバージョン作られなくなっちゃったんですね。で、後で登場したのは、もう、ライディーンのブラックバージョンですね。で、これに、ライディーンのやつになると、もうちょっと神々しいものになってるんですね。要するに、そのマット系ではなくて、もうちょっと、もうちょっと光沢感のある、あの、えー、ブラックにシルバーがなく、 えっと、エングレーフみたいに、あちこち、あの、ゴールドが、あの、柱っております。で、あの、コックピットのところは、アクアマリンブルーなんですね。これはこれでもう、まあ、シルバー剣のところだけなんですけれども、うん、まあ、過去の、うん、なんか文明が築き上げた、もう本当に神様に、 近いロボットっていう感じなので、ちょうどこの神々しさはいいかもしれませんけれどもね。で、あとは、超合金魂ではないんですけれども、えー、昔出た、えー、超合金のメカゴジラ。えー、GX103 の超合金魂の、えー、もう気ウではなくて、昔出た、えー、2、3年代、2、3、6年、2、3、8年バージョンの に出た、超金のメカゴジラにブラックバージョンも出てて、これも素晴らしかったんですね。本当に。あの、これは本当に価値があります。もし、まだ、もし見つかるんだったら、もうぜひ入手してみてください。これすごくいいものなんでね。で、俺が特に好きだったブラックバージョンが、この青島さんの親戚合金の えー、ブラックバージョンたちなんですね。これ、シン・ゲッタ・ロボーのやつなんですけれども、えー、この場合はもうちょっと派手なブラックバージョンね、もうちょっと光沢感のある、えー、色になってるんですけれども、なんといっても、ちっこギミックがあるんですね。胸のところとゲッタ・トーマーホークの歯のところが、あのいわゆる闇にあの光るやつなんですね。えー ちっこだったかな日本語では。これは、すごく俺好きなんだよね。だから今でもね、このいろいろなさ、海外メーカーとか、もうすごくね、うん、あの、CCS トイスあたりとかね、あそこら辺がいろいろね、もう、ライトギミックつけたりするじゃないですか。もう、電池入れて、で、わざわざこのボタンを押したのボタンを押して。俺は、あれじゃなくて、こんな風に作ったらいいんだよね。部分的にね、特にブラックバージョンの場合は。 電気を消すととパンと光るやつ。こんなすごいアナログな技術やけど俺はこれ好きなんだけどねまあおそらくそう思ってるのは自分だけだと思うけどこの青島さんの本当にちっこぎんみく満載のブラックバージョンすごく好きでしたねでももう親戚が大きいのはもう出なくなったのでこれもまあ今では存在しない、えー、ブラックバージョンの、えー 商品ラインなんですね最近はほとんど見られなくなったんですね。要するに今ブラックバージョンとして出てるのは、えー、違うシン・ゲトロボ、ね、のブラックとかあのアニメで活躍したものなんですね。本当に自分からしてみるとロボ玩具のブラックバージョンではというものはアニメではそれが映ってないし活躍はしてないんですけれども単に玩具のカラーバリエーションのブラックバージョンです。 でそういうものはほとんど作られなくなってるんですね。まあ今の玩具はあまりにも高,高額化しすぎてて出したとしてもみんなその買う余力はないと思うんですね。普通のやつ買うだけでいっぱいいっぱいなんで。で話を戻すと今回発表されたものは、えー、GX105 の,の MMJ は結局ブラックバージョンなのか これ結局パッと見ててブラックやからブラックバージョンとも言えるんだけれどもうんでもこのすごい光沢感のある黒に本当にねダークシルバーと目のライトシルバーと言えるのかなで目の隣にある冷凍ビームの角のちょっと 色の薄いシルバーとほ,ほんまに2色だけで構成されててでドクロの白に近いだけれどもこれもシルバーやと思いますというカラリングを見るとあのこれがね、えー、後ろの,、えー、あのジェットスクランダー,、えー見るとものすごいピカピカに光ってるんですよねだからすごく何と言って色が少ないんだけれども あでもこれ、うん、ロケットパンチのところにあるドクロを見ると結構白に近いんですね。まあとにかく光沢感満載なんですね。色は少ないけど、うん、結構派手なカラリングがある意味でね。で、これは何かというと、まあ結局マスターマインドジャパンの殻なんですよ。要するに、シルバーに黒なんですね。 それを走らったマジンガー Z でしかなく、自分からしてみると、これブラックバージョンという、と呼ぶべきではないんちゃうかなって。まあ、これはもう、へりくなんで、も、ま、う、あ、どうでもいいんで。あの、気に、あの、言ってる方々はもちろん購入されればいいし、まあ僕は見ると、ちょっとこういう、うん、どころ走らったマジンガー Z はええかなっていう感じで、値段も高いし、 うん、自分は購入は、えー、する予定はないけれども、あの、どころが、えー、っと、排熱板の間と膝のとこ、膝のところにドころってね、もうなんかさ、もう、高校生とかね、アマ,マチュアの、な、なんだろ、あの、ママちゃんバレーの、なんかな、あの、プロテクターみたいなものに見えてしまうんだね、場所的に言うとね。膝プロテクター。 それがちょっと場所的にどうかなと思うけどね。あとはこのロケットパンチにあるドクロですね。俺は結構ここら辺のお腹のところに結構どでかいドクロをぶっ込んでもよかったかなっていう気はしなくはないんですけど。まあ、それはあとは <laughs>。皆さん趣味はそれぞれです <laughs>。これは本当にブラックバージョンとはおそらく呼べないと思うんですよね。 で昔ながらのブラックバージョンがまだリバイバルするようになったら買おうかもしれませんけど、あの、これはどうかなって。まあだから本当の、その、あの、キング・ジョーの、えー、ブラックバージョンもちょっとしたら出るんですけれども、うん、まあ届くんですけど、いわゆるこの革命進化マジンガー Z の値段、あの値段と同じぐらいの値段のブラックバージョンが出たら、 本当に、すごく前向きに考えたいけど、これは、ちょっとね。うん。まあ、ということで、えー、GX105MMJ に関するちょっと解説動画でした。皆さん、どう思いますかまだよかったらコメント寄せてください。それでは、えー、ご視聴ありがとうございました。帝国デストロンでした。またね。